ね、北海道の札幌、ってか札幌って新千歳にいます。そうですね、新千歳の国際空港を到着しました。20年ぶりの北海道ということで、今います。10年前学生の時に来たことあったけど、それ以来20年ぶりということで久々に来てます。その中で、まあ、ちょっと寒いですね、やっぱね、北に来ただけあってね、ちょっと肌寒い。でもこの格好でまだ大丈夫かなって感じがするんだけど、ちょっと雨が降ってきました。で、今いるところは展望デッキということで、展望デッキで撮影してます。今日は今回特別にこのレンズ、タムロンの150から600ミリのレンズを持ってきて、これで撮影してます。やっぱり空港とかね、もしくは動物とか撮影する場合っていうのは、やはりこのくらいの望遠があった方がいいかなって感じがします。その持ってるのが28から300であってね、海外行くときはこれ荷物なんて持ってかないんだけど、アフリカのサバンナ行くときはやっぱこれ必要だなと思うんだよね。その中で、今こういう感じで今いろんなところあるんだけど、とりあえず、まあこれから1ヶ月間ということで、札幌から旭川、富良野で、稚内で、そこから網走の方に行き、帯広とかね、室蘭とか、あとは、ここら辺だ、小樽とかね、函館とか、いろいろ行こうと思ってます。札幌でレンタカー借りて、札幌以降はずっとレンタカー借りていく予定なんだけどね、その中でまあ、北海道の自然をね、こういうのとか、ドローンを持ってますから、今このビデオ撮影しますけど、撮っていきたいと思ってます。ということで、20年ぶりのね、北海道、うちに到着しました。